こんばんは、速稼塾の久保です。私はね、今明日から向かうインドネシアの準備をしているところなんですけども、ただね、明日は関空に行く、まあ新幹線に向かうんですよね。でその前に、明日はですね、地域の資源回収があって、段ボールを出したりとかね、それ片付けたりとかっていう役があるんですね。やっぱり毎日毎日何かやることがあるもんですよね。ということでね、これから少子化に向かうわけですよね。で、高齢化、これも同時に来ていると。少子高齢化と言われるこの日本でどういうふうな問題が考えられるのか、そしてどのように解決していけばいいのかということについての回答になりますよね。まあ、結論ですね、何もしないということでいいんじゃないかなと思います。もともとですね、明治維新の直前まで日本人の人口って3000万人ぐらいだったんですよね。でもそれからあっという間にですね、昭和10年代とか20年代になると1億人を超えたわけなんですよ。このね、人口の急増によく日本という国は耐えたなっていうところもあるんですけども、何が言いたいかっていうと、人口3000万人でもきちんと日本という国は運営されていたんですよね。しかも江戸時代みたいな本当に黄金期があったわけですよ。じゃあその頃に子供たちがものすごく多かったのかっていうと、これ正確なデータは見てないんでわからないですけども、子供たちはね、すごく早く死んでいたっていう、そういう事実もあるんですよ。でこれを裏付けるものとして、生まれた子供っていうのは10歳になるまで名前を与えなかったっていうね、そんな話もあるくらいなんですよね。なんで10歳まで名前を与えなかったかっていうと、10歳までの死亡率が非常に高かったんですよね。これは一説によると100人中1人ぐらいしか10歳まで生き残らなかったっていう、そんなね、数値もあるくらいなんですよ。これはちょっと裏付けを取ってないんですけどね。そうなると10人生まれても1人も10歳以上にならない可能性があると。要するに疫病とか栄養の問題とか、それから災害とかね、戦争とかって結構ありましたからね。でかい飢饉も2回ぐらいあってね、天保の飢饉とかね、天明の飢饉とかありましたよね。でそういうのを考えていくと、昔も少子高齢化だったんではなかろうかと思うわけですよ。で年貢っていう制度があったり、だからこそ国民のほとんどが 99% が農民をやっていてですね、みんな食料を作っている仕事に従事していたということなんですよ。で、政治家とかね、戦争に行く軍人っていうのは、本当にお侍さんっていうのはほんの一握りという形で、結構ね、食わしてもらう人が少なかったということも考えられるのかなと思うんですよ。さあそれでこれからこの日本が少子高齢化になるときに、なんでね、若者が少なくって、でいわゆる高齢者が多くても成り立っていくのかってことですけども、これはですね、誰が苦しむことに目をつぶるのかっていう非常に寂しい時代がやってくることをみんなで受け入れていくわけなんですよね。誰が苦しくても目をつぶるかってことなんですよ。じゃあその年代っていうのはおそらく40代とか50代、いわゆるロスジェネ世代ってものに一番目が当たると思うんですよね。確かにね、40代50代っていうのは生産性のものすごく低くて、貯蓄高もなくって、それからなんか引きこもりとかっていうのも、実はですね、この年代が最も多いんですよ。なんか引きこもりとかニートとかフリーターっていうと20代ぐらいの人の現象なのかなっていうふうに感じちゃうんですけども、違うんですよね。20年前30年前、20代でニート、フリーター、引きこもりになった、そういったロスジェネ世代が20年とか30年経って今は40代、50代になってるわけですよ。そして7040問題、5080問題というふうに、もうね、親に食わしてもらっているけども、その親ももういつまで生きてくれるのかわからない、自分を養ってくれるのかわからないと。じゃあそれをその後どうするんだっていうふうなことになってるんですよ。本当にね、親が死んだら自分も死ぬしかないみたいなね、そんな一連卓章になっていくときに、じゃあこのロスジェネ世代にきちんとチャンスが与えられているのか、救いの手が差し伸べられているのか、それは非常に疑問を持たなければならないってことなんですよね。で仮にチャンスを与えたところで、40代50代がこれからね、一から始めて10年後の自分に期待を抱くかなと、夢を描くかなと思ったら、これは結構きついですね。40から始めて10年後、50歳になって、まあ年収300万とか400万っていうのになったりとかね、例えば家庭を持つ、結婚するってなると、ちょっとね、40代から思い描く家庭像、家族ってものがなかなか想像できないわけですね。そうなるとそこに支援したいような、そんな制度があるのかなと。あるとしたら令和新選組、ここぐらいしかないんじゃないかなと思うんですよ。私は必ずしも令和新選組を応援するだけ
ということではないんですよ。肩入れしてるわけではないんですよ。ただやっぱり令和新選組がやっぱり唱えるぐらいのこのロスジェネ世代への、ね、熱い支援とか消費税を廃止するぐらいの大きなインパクトがないともうですね、どうしようもないのかなと。政治は国民の暮らしを大きく左右するんですが、どれだけね政治が優秀で、選択肢に富んだものになっても国民がそれを使いこなさなければ全く効果を出さないと。逆に政治が国民に冷たくなれば国民はますます手も足も出なくなると。どっちに行ってもなかなかね見出せないものがあるんじゃないかなと。やっぱり多くの人が期待し投資するのっていうのは10代とか20代になってきちゃうんですよね。で多くの人が多くの予算を割くのが60代70代という医療費とかね介護費用ってことになってきます。そうなると真ん中の現役世代になるべき40代50代にはすっぽりとですね、スポットライトが当たらないということになるんですよね。まあ私もその年代なんで、本当に厳しい。私と同じ年代の、ね、方々を見るたびにエールを送りつつも、なんかね苦しいですね。なんかその本当にね生きるのが地獄と言ってもいいぐらい苦しいと思いますよ。自分の親とかに親孝行をするそんなエネルギーもないと。でこれから何か一つのことを頑張って3年後5年後に花開いてももうね時期が過ぎてしまうとか年齢が結構きついとか。で私ももうすぐ50を意識する年代なんですけども、私はまあたまたまね経済的な強さとそれから精神的な強さ素晴らしい方に囲まれて本当に運が良かったと思います。ただやっぱり私は本当に運が良かったのは、これはねなかなかならないんですよ。40代から何か一つのことを始めて5年とか10年いかないうちに大きな結果が出るというのはなかなかなくって、変化するにしても本当ちょっとずつなんで、そのちょっとのためにどのぐらいエネルギーが割けるのか。しかもライバルは多いわけですよ。20代30代というライバルがいる中で40代50代がどのぐらいね頑張っていけるのか。支援もほとんどないと、若さもないと、で持続力も集中力も落ちてるわけなんですよ大抵はね。そうなってくると本当に苦しいなと。親の心配もあるし、あらゆるところにお金がかかるけども収入がないしってことになってね、結構暗いようなね話題になってしまうかなと思います。さあではもう一回まとめに入りますけども、打つ手なしっていうのがね私の正直なところです。本当に個人の自助努力に求められていて、それが叶わなかった人はその悲惨な人生を、受け入れるしかないのかなというところですよね。もうこれはですね政策とか国とかそういうものも大事なんですけども、個人の力がむちゃくちゃ大事なんですよね。やっぱり頑張る40代50代夢を与える40代50代がやっぱりもっともっと出ることで、それをねみんなで叩くのはやめた方がいいと思うんですよ。妬んだりとかね詐欺師扱いして叩くと、それをしても誰も良くならないと、そうではないと。やっぱり一等地を抜く人を応援するその人に学ぶっていう姿勢を素直に出すことによってこの少子高齢化も必ず乗り越えられるんですよね。少子高齢化っていうのはある意味すごくチャンスなんですよ。なんでチャンスか、それはですね少ない子どもたちに集中的に、投資ができるからなんですよ、ね、10代20代こういった方に集中的に投資ができます。でも私たちのロスジェネ世代昭和40年代生まれこれを中心とするロスジェネ世代っていうのは人数が多すぎて投資する予算が分散してですね一人当たりに行き渡らなかったっていうところもあるんですよ。でその行き渡らなかった支援で、なんか激化する競争、そして競争が多いのにもかかわらず超氷河期っていうものがストライクしたわけなんですよね。もうニッチもサッチもいかないわけなんですよ。で10年20年と経っていって経済が安定してそして株価がね平均以上に上がった時に今度誰に対して投資をするかっていうとやっぱり10代20代になってくるんですよね。新社会人とかそうなってくるとすっぽりと抜け落ちたロスジェネ世代ロストジェネレーション世代にはもうすでにですね支援するための晩酌尽きたという形になって、それこそ自助努力を求められ、自助努力ができずに悲しい道を歩んでいくのかなと、こういうふうな、ね、現実を見てしまいますね。だらだらと長く喋ってしまいましたけども、私がね本当に思っていることは、本来40代50代が社会の中核として動かさなくてはならない、
そのために20代のあたりから将来の40代に投資しなければならなかった。その投資が行われてこなかった。そして私たち40代50代もあまりの競争の多さに自分自身を励ますことをね、なんか忘れてしまったのかなというところがあって、ものすごく不幸な世代なんではないかなと思うんですよ。必ずしも私は自分の世代がね特別不幸だと言って、何かね同情を引いたりとか、だから仕方ないんだっていうつもりはありません。それでも、何かで生きていかなくてはならないと思うんですよ。それがねどこまでできるのか、これから私がね情報発信する中で何人の人にそれが伝えれるのか、これが課題かなと思います。はい、それではもう一回まとめさせていただきます。少子高齢化に対して打つではないんですよ。何にもできないです。ただ嵐が過ぎるのを待つだけ、これが本当のところですよね。もう使うべき予算もないですし、どの政策をすればどうなるのかってわからない。やったにしてもそれは40代50代に対して予算を振り向けるって話にはなかなかなってこないっていうところが現実なんですよね。さあ、そんな形でちょっとねあんまりいい話じゃなかったんですけども、こんな感想を持っております。それでは今回は以上です。失礼します。